じゃんじゃん叩かなきゃ。見なさいよ、私なんかここ何年間の叩かれよう。普通の神経だったらとっくに死んでるよ。俺神経異常だから生きてんだね。まだ頑張って、なんだこの野郎バカ野郎、テレビ局だとか週刊誌ふざけんなとか戦ってんで。例えば戦っただけに人間的にできてくるんだ。戦う男は別にシルベスタスタローの体になるとは言えないけども、精神的に戦ってるやつの顔は違うんで。絶対に間抜けなやついるもん、戦わないやつ。悩みも何にもないやつ、カットしないやつのバカ顔見ろってんだよ。周りにいるからそれぞれの顔見て笑えっつうんだよ。